丈夫そうですね。歌を行くか。歌は左で行くってお話ししましたっけ？してないか。この八分音符の、あ、これですね。歌なんでここお休みじゃないですか。で、さっきのタタってあったじゃないですか。タタの後の方が残ってる音になるんで、これは左手で叩いた方が手順が崩れないんですよ。例えばタタタタっていうのと、うたうたっていうの終わりが左になるんで、タタタタうたうた、あんまりピンとこないですか？これがこう左、そうです、ここがもし8分音符だったら